11月のアメリカ大統領選で共和党のトランプ氏に挑戦するライバル民主党の候補者選びが山場を迎えています。3日には全米の14州で誰が候補者にふさわしいかを選ぶ予備選挙、いわゆるスーパーチューズデーの投開票が行われました。14州のうち9州が緑色のバイデン候補、4州が赤色のサンダース候補が制しました。予想外の勝利となった理由の一つに、アフリカ系アメリカ人の支持を着実に固めたことが挙げられます。アフリカ系アメリカ人の多い南部4つの州やノースカロライナ、バージニア州などで着実に勝利を重ねました。そして2つ目の勝因は他の候補者の支持層を取り込んだことです。前日にはクロブシャー上院議員が候補者争いからの撤退を表明したんですが、その際バイデン氏の支持を打ち出しました。実際に選挙ではクロブシャー氏の地元ミネソタ州をバイデン氏が制しています。競争から脱落した考え方の似ている候補者から支持者を引き継ぎ、票に結びつけることに成功した形です。一方、これまで指名争いの首位を独走してきたサンダース氏は一転苦戦を強いられています。地元バーモンド州や代表殿カリフォルニア州などで勝利したものの、ここで一気にライバルを突き放そうという目論みはバイデン氏に阻止されました。You cannot beat Trump with the same old kind of politics. 支持者の集会ではバイデン氏を古い政治党を批判する一方、トランプ氏を睨んで私がこの国の歴史上最も危険な大統領に勝つと宣言、指名獲得へ改めて絶対的な自信を示しました。ただ今回のスーパーチューズデーでは民主党の中道派と左派がくっきり分かれてしまった構図がはっきりしてきました。これが共和党のトランプ氏と戦うときに一つにまとまれるか注目のポイントとなってきそうです。